い、じゃあよろしくお願いします。今回は今日から始まりますきっかけ英単語シリーズのイントロダクション、ちょっと動画のね使い方の説明をしていきます。よかったらお付き合いください。で、この英単語シリーズはダラダラジオで噛んでるね、ダラダラジオでも話しましたが、偶数日の夕方16時にしました。夕方16時にアップしていきます。で、今日は22日偶数日なので今日がスタートなんですが、毎回こんな感じで10個の単語をやっていきます。まず前置詞から自分やっていって、それから次回も前置詞、その後に動詞が始まっていくんですが、こんな感じでやっていきます。で、基本的には使い方としてはこの単語から意味をテストする、まあ、みんながここで動画止めてもらえばテストができますし、で、この後1個ずつ単語の意味、そしてちょっとプチ情報があるんだったら青でね、まあ、プチ情報を書いていく、意味書いてプチ情報を書いていくっていう流れでやっていくんですが、で、最後に、赤のだけ、だ意味だけを残して、プチ情報と黒を消します。そうすると、意味から単語を書くっていうテストもできるので、で、それを最後に挨拶をした後に、まあ、10秒ぐらい、その状態で止めて、画面をね、止めて、まあ、みんなが動画を止めてテストがしやすいような状況に持っていこうと思います。で、もし、その意味から単語を書くテストをしたければ、そこに動画を飛ばしてもらって、最後10秒ほどは絶対毎回作りますんで。最後の10秒ぐらいに飛ばしてもらえば、ここだけが載ってると。で、そっから、なんだ、自分テストをした後に動画を最初に戻せば意味が出てきますので、まあ、そのテスト、逆のテストはね、もうできるようにはしますので、まあ、どっちでもいいんですけどね、うまく使ってみてください。で、このきっかけ英単語シリーズは、動画をとにかく短くするようにしていきます。まあ、余計なことを喋らないようにっていうところをね、意識していくんですけど、ただ、まあ、丸4年間ね、ずっと動画を撮り続けてきて、その癖があるので、まあ、余計なこと喋っちゃうかもしれないんですけど、まあ、よかったら付き合うとね、ちょっと使ってみてください。で、レベルとしては、本当英語が苦手な方が、今回きっかけ英単語っていうのは、その英単語、英語をね、やっていくきっかけ作りになってほしいと。苦手だったんだけど、頑張ろうって思うきっかけになってほしいという願いを込めてこの名前にしました。なので、英語が得意だったり、英検の順に2級をね、中学生狙ってますとか、もう3級取ってますみたいな。子なんかにしてみれば、いやいや待て待てみたいなことも多いかと思います。そして意味もですね、英語っていっぱい意味があるんですけど、全部を書くのではなくって、本当によく出てくるやつ。まずこれ覚えようっていうのだけを書いていく。特にとにかくシンプルに作るっていう形にしていきますので、あ、それでもちょっと見てみようと、使ってみようと思う方は、そんな感じで使ってみてください。なので、まあ、最初に話しましたが、この英単語から単語を書く方。で、動画を最後に飛ばせば、単語の意味から英単語を書く方のテスト、両方ね、使うことができますので、まあ、どちらにせよ、うまく使っていただけたらと思います。で、ひとまず、1ヶ月ですね、15本。なんで、まあ、15段か、150単語まではやっていきます。で、その後続けるかどうかはまだね、決めてませんが、その、まあ、やっていく中で、皆さんのリアクションとか流れを見て決めようと思ってますので、もしね、良ければ、まず1ヶ月お付き合いください。よろしくお願いいたします。では、この後すぐにですね、第1弾、このね、この動画撮っていきますので、よかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。